かをここに、ここが柔らかいから大丈夫なんですね。穴とか開かない感じです。で、これをこうやって引っ掛けて、こうやってすれば隙間なくカーテンも閉めることができました。ボタンを押してすぐ取れます。こっちもボタンを押してすぐ取れます。 M6 のナットをここにつけたので、両サイドつけたので、何か活用ができるように今後考えたいと思います。今ですね、板をですね、前使ってたラケッチボードの板をここにはめておいて、傘をここに置くようにしています。なんですけど、ちょっとお部屋の模様替えをしようと思います。ここの後ろにはこれもマットも隠れています。一応ここにずれないように、あとここに傘がさせるようにもしてるんですけど、そうなんですけど、ちょっと模様替えをしたいと思います。今冷蔵庫をこちらの方の位置に移動して、こういう風になんかやってみたんですけど、そうこんな感じに、これ前使ってたキャンバスの時に使ってたベッドなんですけど、少し段差ができちゃってます。これの調整をしたり、高さ調整をしたり、あとね、2つ、あと2個、これを買い足して、今こういう感じでベッドにしたんですね。で、ここにこういう風にバッグも開けたり、バッグどかしてここから乗り降りできるようにしたんですけど、これをベッドの位置を反対方向に今から変えていきたいと思います。はい、ベッドの位置をなぜ移動しようかと思ったのは、この助手席の後ろ側にある、この助手席の後ろにあるこの持つところがあった方が乗り降りが便利かなって思ったので、今からベッドを移動したいと思います。よいしょ。助手席側、運転席側の方にご飯を作る空間を作って、こっちの助手席側の方にリビングとソファー、リビングソファーみたいな感じでこうやって転げるのと、普通に布団を敷いて寝ることもできます。よいしょ。寒いので一旦外に出るので、洋服着て一旦外に出たいと思います。
してみます。よいしょ。あ、そうだ、これだったら、これだったら滑り落ちない。そう、一回滑り落ちて怖いんですよね。で、一応こう乗ってこう来て、靴をここで脱いで、で、このチャムスの袋に、入れて、閉めて、チャモスの靴入れたらここにかけるか、もしくはこっちの上のところに、ここに靴をしまって出発できます。じゃあお部屋を紹介します。まず電気毛布敷いてます。ここもすぐめくるとこのマットが出てくるので、ここからカチャンカチャンって開けて物を出したりすることができます。ここからも出し入れできるんですけどね。で、こうやって布団をかけて置いて、これ軽いお布団と軽めのお布団と、これカセットコンロと、これも膝掛けと。で、こちらからがリビングっていう感じにしています。この後ろに電気がついて、カーテンを閉めたりして、そうで、ここでゆったりしながら、こっちにギャレーを設置してて、そう。で、これ、ここに一応今置いてます。で、ここにガジェット、電気とか、そういうのが入ってて、出発前に、この下にもあるんですけど、到着してから出してセッティングをしたりしています。ここにも膝掛け置いてて、で、ウェットティッシュすぐ出せるように、あと電気毛布のUSB のやつ、これにつけて寒い時はやりたいと思います。で、こっちが温度計です。ちなみに今17度、めちゃくちゃ暖かい。それでも寒い時はこっちの下の方にこの暖かいヒーターをすぐ足元でこうつけれるように、電源は向こうに通してるので、ここをつけてほんのもう10秒とか20秒とか温めて、足元を温めて、で、お料理を作る。ここで料理を作って食べるっていう感じにしています。冷蔵庫今こちらの方に置いてるんですけど、まだね、もったいなくてシール剥がしてないんですけど。まあいいや。で、ここで、そう、荷物も置いてるけど、ご飯食べるときはこっちに移動したりとかして、で、ご飯をこう開けて、今まだ何も入ってないんですけど、普段はクーラーボックスみたいにして使って節電をして、夏場とかにはこれ、冷蔵庫活
躍すると思います。昼間のお昼寝の時はさっきみたいに17度とかあったかいので、そういう時はこの軽めの布団1枚で、これカインズで買ったんですけど、すごくあったかいんですね。これと先ほどの抱っかけを先に足元にかけて、これをかけて寝れます。よいしょ。今日は軽くだけ説明します。このボックスにポタデンが入っています。今満充電になったので、シガソケは外しています。で、こうやって蓋をして、普段はね、コンビニでご飯買ってきたりしたらここに乗せてご飯食べたりしています。はい。で、この上の方にも、オーバーヘッドなんとかっていう、入れ物あるじゃないですか。そこに、これ、パンチングボードで、増設しています。一応、こう、斜めにはなってるんですけど、これが、いい感じに今、フィットして、何箇所か、こう、結束バンドで留めています。若干ですね、反り返ってはいるんですよ。カーテンの重みとか荷物とかで。でもね、これがパキッて折れることはないですね。で、ここにですね、洗車用のタオル、窓を拭いたり、あと結露を拭いたりするタオルが入っていて、でここにも、こう可動式にしてます。で、ここから手が入って、でアクセスができるように、運転席からアクセスができるようにしてて、こういうので入れてます。で、またこう閉まって、これがね、こう落ちないんですよ。ちょうどいい感じに止まっているので、こういう感じにしています。一応これがイオンとかに入っている、インドとかのお店。なんだっけ。そこで買ってきました。法王様好きなんで、これ、買ってきました。で、今日は、まあ、軽くなんですけど、まあ、私の新しい相棒をご紹介してみたので、参考になればいいなと思います。